而且刚说到像《何日君再来》这首歌非常的神奇，对吧？它是一个，对，它就是不同的年代，我们都会把它变成反动派的歌曲。对，就是日本人的时代，在日剧地盘里面唱这首歌，你是反动的，对，你是在呼唤国民政府，呼唤中国的军队回来。对，你在国统区唱这首歌，你就变成了汉奸。对，你就变成了，你是不是在怀念日本？你在后来，对吧？解放以后，对，其实又变成了这样的一个。就反正我们无论唱什么，但是它那个底色是娱乐的。对，沾了那些就是当时的娱乐文化的底色之后，我们在不同的环境都会理解为好像是对于某种政治政权的一种怀念，把这个文艺娱乐作品给政治化。对，那首歌是比较典型的，对，非常典型。对，它背后其实可以反映非常多的一些问题。嗯，那讲完了像周旋。要不讲讲李香兰？对对对，李香兰，因为你刚刚提到政治化嘛，我觉得更大的一个政治悲剧应该就是李香兰，因为李香兰其实是日本人山口淑子这个人扮演的一个中国人，他永远是戴着这个面具在最火的那，在国内火的那段时间，他是戴了这个面具的。我们很多人不知道他是日本人，我们只知道或者说当时的那个娱乐环境，老百姓他们那个社会环境里面，他们知道是有一个中国人叫李香兰，日语很好，嗯，他经常帮这个日本人拍一些电影，然后去怎么说模糊也好，粉饰也好，把那些政治问题给粉饰嘛。我看了最近看了他的一个纪录片 ，NHK 拍的，98年播的那个，他里面就提到，他说1943年的时候，他有一次在北京开了一个记者会，然后下面有一个记者砰一下就起来了，他就说李香兰小姐，你作为一个中国人，你怎么能拍这样的电影？然后辱华嘛，什么什么什么，说了很大一大串，然后李香兰就懵掉了。只能说对不起对不起对不起，他还是要坚持这个角色扮演嘛，因为他其实是日本人，就像溥仪一样的，对，就是一种培养的一种文化工具，政治工具嘛。他在奉天当时的沈阳被发现能唱歌的时候，就是后来直接就送到这个满印，就是就满洲印画协会。那南风吹来清凉，那夜莺低声细唱，他的美丽，他的歌艺，造就了他不凡的命运。1944年，一曲《夜来香》，让李香兰与周璇、白光、姚丽、吴英英并列为上海滩五大歌后。我爱这夜色茫茫。他和周璇其实是同龄人，同一年出生的嘛，对，都是1920年出生。对对对。但你看后来两个人的命运其实就非常不一样。我始终觉得其实李香兰也蛮可怜的，我只是说啊，就是李香兰他作为这样一个工具明星走红之后，1941年就是太平洋事变嘛，后来就上海整个租界也沦陷了，那很多的电影机构也被日本人接管了，就后来产生了一个华影嘛。伪华影其实他后来就从满印借调了李香兰来拍了一个电影，拍完之后那李香兰在上海又特别火嘛。对，他是1942年之后开始在上海发展的，他是借调过来的。对，但是李香兰在满印时期其实是不开心的，就我刚才说的这1943年有事前，其实他在之前就一直想公开他日本人身份，他说我是一个日本人，所以你们能理解我的这些行为吧。嗯，就我当然很爱中国，这里是我出生的地方，养我的地方，我对中国是有很深的感情的，但同时我是一个日本人。不过他满印时期拍的那些电影确实都就是你作为中国人去看会很不舒服的，因为里面的那些电影就完全接受不了。对对对，那些角色都是那种崇拜日本皇军的那些少女的角色。对对，我刚才说就是粉饰嘛，就那这个过程当中呢他是很痛苦的，所以他一下子跑到上海这个娱乐环境里面来，他觉得这里很好，嗯，他很愿意在这里待。后来他跟满印的合同结束之后，他基本上就全在上海发展了。对，而且他始终觉得我就是一个搞艺术的、搞文艺的人，他很希望把政治这块东西给丢掉，嗯，所以你看他在1945年的时候，5月份就那个时候日本人马上要战败了，但整个氛围是很压抑的、很痛苦的嘛，对于日本人来说啊，对我们来说是很开心的，就。他当时那个环境下他还开了一个很重要的演唱会，在中文报纸里面看到就叫李香兰音乐会嘛，然后在日语的一些文献里面看到就叫李香兰秀，然后夜来香狂想曲，这个当时连开3场，在大光明
大戏院，当时叫大光明戏院嘛，我们现在叫大光明电影院、哦、在大光明连开三场呢，效果非常非常爆棚，然后就是观众很多。然后我可以大概说一下他当时的那个阵容，就是福部良一，后来的日本的那个作曲家协会的会长，嗯，他在4445那阶段是在上海的，他是整场演出的指挥。然后另外一个指挥呢是陈歌辛，然后作曲里面很多曲目是李景光先生的作品，就很夸张啊，里面他们一起还玩爵士乐，就很疯魔的一种状态。我觉得他可能也就觉得也问题不大吧，也不一定会战败了就怎么样，所以他们当时是还是蛮开心的。但是后来战败之后就把他抓起来了嘛，说他是汉奸嘛，很危险，那是要枪毙的。对啊，当时就要枪毙嘛，说他是汉奸，然后他就跟很多日本人一起关在那个虹口区山阴路的那个叫新叶坊，嗯，新叶坊现在应该还在吧。关在新叶坊呢，他是从1945年8月底一直关到1946年2月，二月后来搞清楚他是日本人就把他放了嘛。嗯，但是在这个过程当中呢，有一个事件，就一般的文献，我们华语文献很少提到，但是日本的那个纪录片拍出来，大家哦就都知道了。他其实是被他的一个好朋友给救下来了，很重要。那个好朋友其实是当年他在奉天那个学校时候的一个同学，那个是个犹太的俄罗斯人，当然后来马上就苏联，我还是算他是犹太裔有俄罗斯人吧。那个女生叫 Luba， 他叫他 Luba 酱，然后那个 Luba 叫他叫叔子嘛，或叫他 Yoshiko。 然后这个两个人是怎么后来又认识，而且包括李香兰，他那个音乐很上面的很多才华也都是靠 Luba 酱给他了他一些音乐的培养的一个机会啊，早期算是一个恩人吧，后来又救他命。因为他们是在四五年那场音乐会上后来重逢的，因为刘爸后来跟着他爸爸一起到了上海，他帮他爸爸做一些翻译，因为他日语很好嘛，就跟李香兰一起，所以他有这方面的天赋。在4544年的那个时候，其实他在上海是作为一个日语翻译出现的。后来他就发觉，哎，这个李香兰好像是不是我小幼时的这个同学啊？他就真的去看了他的音乐会，结果后来发觉真的是他的同学。然后他就在后来演唱会结束之后就叫了一声，李香兰就回头一看，哎，这个人竟然知道我日本名字，因为他一直在伪装嘛。嗯，后来他就知道，哦，原来他在上海。所以当时他被当作汉奸抓到这个新叶坊之后呢，他就想赶紧要自证清白嘛，我是一个日本人，那要找到他的户籍证明。他后来想了一个办法，就是找这个刘爸。刘爸后来又到了北平，因为他那个时候，李香兰的父母亲生父母是在北平的，他就是这个刘爸真的很帮忙，就直接到北平找了那些所有的资料，当然花了很长时间。嗯，到了上海之后再给到国民党政府，就证明他哦的确是个日本人，所以他后来才有机会才重新回到日本嘛。后来李香兰有很多的事情我一开始很无法理解，看了那个纪录片之后我才知道，哦，原来他其实92年回上海其实是要找那个人。92年他去了俄罗斯驻沪总领事，然后找了相关的一些要人嘛，就帮忙寻找，他拿了好多照片，刘爸当时的照片，他说你们能不能帮我找一下这个人，这个人对我很重要。对，后来他花了3年的时间在俄罗斯的帮助下吧找到了，95年找到了。后来他们就通信嘛，一直通信。纪录片是98年放的，所以我估计这纪录片就是拍摄了李香兰的早期的一些活动，在奉天，在抚顺，然后还有就是去了俄罗斯，嗯，去找那个刘爸。那个纪录片在 B 站上还是可以找到的，看得到，大家可以去看一下。当时那个大光明电影院还在装修，92年那个视频，他也是电视台帮忙一起拍的，他拍了大光明正在装修，然后还到新叶坊，他问人家，他说跟虹口的那些老市民，对对对，你们知道吗？这里以前关过日本人的，待过，他是说日本人住在这里，他说，然后旁边市民他说知道的，然后我们知道你，那个有几个。应该我觉得看他岁数应该50-60岁那些女的阿姨啊，跟着他一起唱夜来香。92年扣掉50-60岁、大概是小时候听这些歌，应该是，对。而且他在那个大光明电影院内部，当时还在装修的时候，在那里面还清唱了几声。对，那种感觉真的是就有点，对吧，那种雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改，那种感觉时过境迁。哎，我刚才在说这些时候，我就觉得李香兰其实也是蛮可怜的。他想做自己，我觉得他永远是想做一个单纯的热爱文艺的一个艺术家吧。嗯，但是时代总是给了他很多的政治任务。对，但他确实后来他的一生就被改变了嘛。你看他战后，他后来在日本国内去从政，对吧？当了参议员，后来去致力于发展中日友好这些事情。虽然这些都是很正向的事了，包括那个李香兰女士
前些年那个应该是94岁高龄去世之后，嗯，中国政府其实是官方洪磊，当时发言人是洪磊，给了他很高的评价，很高的一个评价。对，对，但你说李向南自己，如果他回到他10岁、14岁的时候，他愿意他的一生跟政治关联这么深吗？其实也未必。所以我觉得，无论他后来啊获得多么高的声誉和成就，被中日两国人这么的认可，但是不可回避的就是他的一生早就被曾经这些高度政治化的事情给改变了。我觉得还有一个细节我们可以回味一下，就是在那个纪录片里面，就是他去了那个我刚才的那个是满印嘛，嗯，满印那个老厂，现在满印就长春电影制片厂嘛，长春电影制片厂，他去了之后有两个老先生来接他，两个老先生一个都已经拄拐杖已经走不动路的那种感觉，嗯，蹒跚了，就是哎呀好开心他们见面，然后就说起当年拍电影的时候，他说哎呀这里有个镜头什么的，然后我觉得那是一种比较单纯的友谊，嗯，然后呢那个普克先生也是中国早期的老影星啊，他就说了一个细节，他说在特殊年代，因为家里摆了一张跟李香兰的合影嘛，那朋友也是很友好的，他说哎呀你赶紧收起来，就要出事情了，普克回到家之后马上撕掉然后就烧掉了，他就提了这个细节，然后拍到这个细节之后，嗯，日本人也是咔镜头就切掉了，后来有个，嗯，讲其他的，所以我觉得大家尽在不言中啊，就很多事情其实是很痛苦，嗯，哎呀现在怎么回事，修了都在修理，都修理呀，都修理啊，真的可能过去的都敲了，哎呀都没来看见了，哎呀真的啊，嗯，でもまた綺麗になるんでしょうね、やり替えたら。大々的なあのスタージ、あの、あそこで歌って、はい、ステージで歌ったんですね。あの時の歓声は聞こえてきますね。唱夜来香，我为你思量啊，懐かしい。リューバは夜来香が大好きでよく歌っていた。我们是从日本来的啊，就是47年前，就是打败仗，日本打败仗的时候，是不是这一带是日本人住这个地方？听见过有这么说，是这个地方？是啊。哦，是是是是。记得李香兰这个名字？知道，知道啊，嗯，就是我啦，就是你。哎，你好，你好。好，你是你的爱人。来，我啊，你好，哎呀，真是。也来香呀，也来香呀，也来香，也来香，啊，你知道啊？哎，你去唱的时候，我们一直唱的，一直唱呀，对吧？是，你现在可不可以我们合唱？我合唱，来来来，我陪你唱，哦，我陪你唱，我陪你，来唱。来，现在因为还要一个人唱，一个人唱，唱不来，唱不来。那南风吹来清凉，那夜莺啼声凄怆，月下的花儿都入梦，只有那夜来香独露着芬芳。夜来香，我为你歌唱，夜来香，我为你思量。
么好吗？命を救ってくれた劉吧，その後の消息はわからない。1992年8月、46年の時が過ぎた。上海港の夏の日差しは厳しい。劉吧もまたこの港から果たしてどこへ行ったのか。こんな綺麗な夕暮れ久しぶりに見ました。本当に探せると嬉しい。どうぞ会えますように。その少女は中国に生まれ育った日本人でした。中国、日本という2つの国の言葉を話し、それぞれの国を愛していました。やがて少女は李香蘭という名で歌に映画に華々しい活躍を続けます。その頃、日本は満州事変から日中戦争へと中国に侵略の手を伸ばしていきました。李香蘭はこの時代の荒波に飲み込まれていくのです。日本の敗戦とともに、李香蘭は日本軍に協力した中国人として罪に問われます。李香蘭が日本人であることを証明してくれた命の恩人は幼なじみのロシア人リューバでした。李香蘭は本名山口よし子に戻りました。そして終戦の翌年、上海港から日本へ向かったのです。あれから半世紀の歳月が流れました。戦争が終わってちょうどこの場所からこの景色を見ながら、ちょうどこの時間に引き上げ船に乗って、私は生まれて育った国中国を離れました。だからその時はもう53年になるんですね。その時はもう二度と中国の土は踏めないだろうという、本当にさようなら中国っていう気持ちで、この夕暮れのこの場を離れました。そして今またちょうど同じ時間帯にここへ立っております。山口さんはかつて李香蘭と呼ばれた自分をもう一度見つめるため、そして命の恩人であるリューバさんとの再会を果たすために旅立ったのです。中国東北地方の工業都市武順、その郊外に
巨大な露天掘りの炭鉱があります。山口さんの中国の旅はこの武順炭鉱から始まりました。山口さんがまず思い浮かべるふるさとの風景です。東西6キロ、南北2キロに及ぶ武順炭鉱。山口さんが武順に暮らしていた頃、この炭鉱は満鉄、南満州鉄道株式会社が経営に当たっていました。露天掘りっていうのは武順なり中国なり当時の、まあ、旧満州のある意味で象徴でしたからね。学校からたびたび参観に来たの覚えてます。なんか非常に荒々しいふるさとなんだなという感じがまた改めてしておりますけども。山口芳子さんは1920年、大正9年、満鉄職員だった父文夫さんの長女として生まれました。幼い頃から父親に中国語を教わり、日本語同様に中国語に親しんで育ちました。武順は中国を代表する石炭の町です。山口さんはここで12歳まで過ごしました。山口さんが住んでいた旧東六条通りです。東六条って昔言ったんですけど、東六条になってるんですね。あらあら、もう全然変わってしまったみたい。でもあれは古い家ですね。我住过这个地方啊，很五十年前，五十年前，哎，东六条，东六条，嗯，就是这，哎，对了，东六条啊，您记得呀、啊？对。哦，这是什么？以前也叫艺术馆，艺术馆啊，艺术馆，几十年？这能要六七十年了吧？六七十年了。这是日本盖的。日本盖的啊？啊。あそこは日本が作った日本語、日本軍、そうです。日本語を喋るんですか、あなた。少しわかりますね。そうですか。君は日本語。私日本語少しわかります。就好像我住的是那边那房子，可是差很远。我住的是平房，现在是五层楼，是吧？对呀。完全两样了。もうすっかり新しい家ができてしまってるんですね。この六階建てか五階建てか。全然まるっきり変わりましたね。なんか迷い子になったような感じです。山口さんはかつて通った小学校を訪ねました。この学生なのかしら。旧永安尋常小学校、満鉄が経営するこの学校では日本人の子どもたちだけが学んでいました。現在は生徒数およそ4000人の工業専門学校になっています。校長先生に案内してもらい、校庭に出た山口さんに一つの思い出が蘇ってきました。でもこの校庭はよく覚えてますよ。私ね、ブランコがありますでしょ、こうなんて言うんでしょう、こうぶら下がりのあれでね、落っこって手を折ったんですよ。ここ傷がありますでしょ、手術したの。これこの校庭で
手が折れちゃった。あれだわ。あれですよ。まだちゃんとあるのね。この鉄棒にね、こう登ってて落っこっちゃって、私運動がとっても下手だったもんですからね、落っこって手が折れて、それでここなんか骨が折れちゃったんですよ。ですぐ病院に担がれて行ったの。ちょうどこの場から先生に抱かれてね、行ったの覚えてますね。こういうままですか。ねえ、そのままですよ。すごいわね。異国に生まれのびのびと育った日本人の少女、その背後で時代は大きく動き始めていました。1931年、山口さんが11歳の時、中国東北地方に駐屯していた日本の関東軍が軍事行動を開始しました。満州事変です。翌1932年、日本は清王朝最後の皇帝だった溥儀を担いで中国東北部にいわゆる満州国を作り上げました。五族共和のスローガンが掲げられ、そこでは日本人も中国人も平等であるとされました。しかし建前とは裏腹の現実に、中国人の反日感情は高まってゆきます。そうした中、山口さんは今でも忘れられないある事件に遭遇したのです。1932年9月、抗日ゲリラが炭鉱の一部を襲撃。その翌日、ゲリラに協力したとして平頂山の住民およそ3000人を日本軍が殺害したといわれる平頂山事件が起きました。ほら、あの顔、苦しい、叫んでるんですよね。この平頂山の遺骨館は、今回の旅で山口さんがぜひ訪ねなくてはと考えた場所でした。実は山口さんはこの事件の一部を目撃していたのです。私は東六条というところに住んでおりまして、そこのちょうど空を半分にして露天掘りの方の方向からの空が真っ赤になったんですよね。火事だと思ったんですけど、一軒二軒が燃えてる火事っていうような雰囲気じゃなくって、空が燃えてましたからね。武順の空が半分燃えてるっていう感じで、ただごとではない。町中に明かりがついていたということ、私12歳でしたからよくわからなかったんですけど、明け方その中国人の目隠しされた男の人が連れてこられて、憲兵隊の人や警察の人や15、6人でその中国人の目隠しされた男の人を松の木に縛りつけて、なんか一生懸命聞いてましたけど、その人真っ青な顔して、でも返事しなかったんですよね。何も返事してませんでした。私窓から一人で見てたんです。そして憲兵はきっと今から考えると、その時に露天掘りを襲ったあの抗日義勇軍でしょうね、日本の側からすると抗日貴族とかそういうような言葉で言ってましたけども、その人たちの手引きをしたんではないかと言って聞いていたんだと思います。でもその人は絶対口を割らなかったんですね。で、平頂山の村にその前の日からいて、準備をして露天掘りに火をつけたんじゃないかと、露天掘りを襲ったんではないか
というようなことを聞いてたんだと今から考えると思うんですけども、その人一口も口を開かなかった。と憲兵隊の方が鉄砲の大尻みたいなところでその男の人の眉間に向けてこう振り下ろしたんですよね。そしたらその人の眉間が三角に割れてバーって血が吹き出して顔が真っ赤になってでカクンってこう首が垂れて足もカクンってなって気を失ったのか私は死んだんだと思いました。その目の当たりに見てちょうどここからそのお花があるぐらいのこの距離で見てましたから、こんな近く近くだったです。罪のない人たちをね殺したり殺し合ったりしていくのが戦争なんですかね。遼寧省の省都瀋陽、かつて宝天と呼ばれた町です。山口さんは12歳の時武順からこの町へ引っ越してきました。父親の親友で関東軍の協力者だった中国人の軍閥李彩春の屋敷に一家で移り住んだのです。そしてこの時李彩春は友人の娘である山口さんに李香蘭という中国名をつけました。当時の宝天は旧満州第一の都会でした。町の中心には中国人街と日本人街があり欧米の領事館が立ち並ぶ一角もありました。さらにソビエトからの亡命者を中心にロシア人も多く住んでいて町には国際的な雰囲気があふれていました。この町で山口さんは一人のロシア人の少女と仲良くなるのです。って書いてある。チューリン。チューリンとっても、あら、チューリンっていうのは聞き覚えのある名前。ロシアの人たちがたくさん。ロシアのお店ですよ、これ確か。この一角なような気がしますけれども、お菓子屋さん。らしいお店はないですね。仲良しだった少女の家はチョコレートやパンなどを売るお菓子屋さんでした。少女の名はリューバ。父親はユダヤ系ロシア人で1923年から宝天に住んでいました。山口さんと同い年のリューバは宝天千代田小学校に通い日本語を覚えました。山口さんを音楽の道へと誘ったのはリューバでした。当時宝天で活躍していたロシア人歌手に山口さんを紹介したのです。瀋陽の町の中心に立つ遼寧賓館。ここはかつて大和ホテルと呼ばれていました。歌手李香蘭が誕生することになった思い出の場所です。親友リューバの紹介で歌のレッスンを受けていた山口さんはある日このホテルで行われる先生のリサイタルで前座として歌うことになったのです。なんかとても懐かしいけど昔のままなのかしら。あのバーは違いますね。でもこのシャンデリアなんかは昔のままなのかしらね。
天井も。当時、満鉄が経営する大和ホテルでは、音楽会やダンスパーティーが頻繁に開かれ、奉天一の社交場としてにぎわっていました。このグランドピアノ、このグランドピアノ、このピアノで私歌ったんだと思いますよ。なるかしら。なるなる。ああ、音はずいぶんずれてますけどね。ああ、懐かしいですね。このピアノももう何十年と。13歳の山口さんが生まれて初めて人前で歌ったホールです。ここはきっとステージだったとこだと思います。今はもう使ってないようですね。このステージ、そしてこの広間ですよね。私はもう本当に前座で3曲か歌わせていただいたんですけども、怖くて怖くて、その時はもう胸がドキドキして上がっちゃって、まあ、よく心臓で歌ったもんだって今から考えると思うんですけどね。でも武順から奉天に来て、奉天の女学校へ編入しようとしたのができなかったんで、40人学級が満員だって言われてね。それで待ってる間にちょっと胸を悪くしましてね、それでちょっと入院してて、してお医者様が退院するときに、その呼吸器の病気だから発声、歌をね、好きなら歌を習うと体のためにいいですよって言われて、それでその私のその大親友のリュバちゃんが出てくるわけなんですけど、もうリュバちゃんとはもう毎日遊んでたもんですから、リバちゃんが、あら、それじゃ あのポドルソフ先生にご紹介するわって言って、私をこう無理やりに連れてって、私はもう蚊の鳴くような声しか、先生 そのオーディションをまあ受けたわけですけどね、どうもその時は合格しなかったらしいんですよね。私後でリバちゃんに聞いたんですけど、あの時先生はダメだ、希望がないから教えないっておっしゃったのを、リバちゃんが一生懸命頼み込んで、病気でもうたった歌が好きで一生懸命その歌を習うことで元気つけようとしてるんだから、よしこさんに教えてやってくださいって頼んでくださったらしいんですね。本当に親友ですよね、小さいながらもね。そういうリバちゃんだったの。ここからスタートしたようなもんですね、リコーランっていう名前が。
うんですけどね、自分でどうにもできなかった、ここで私生まれたっていうことで、私は中国を、この土を、この大地を、この土地をね、とても愛してるし、だから私のものの考え方とかは非常に中国人に近いかもしれませんね、日本人よりも。だからその辺がね、ものすごい矛盾でね、うん、戦争がなければこの2つの私の愛している国がね、戦争がなければ私そんなに悩んだり苦しんだり自分を痛めつけたりしなかったと思うんですけどね。2つの国が戦って殺し合いしてるわけでしょ。戦争って所詮ね、人殺しですよ。そういうような間柄で、私の学校の友達たちがね、全部抗日運動に入って、重慶なり延安なりにね、共産軍に入ったり国民政府軍に入ったりして、日本と戦うためにどんどん私から離れていったでしょ。そういう時の苦しみってものすごかったんですね。それが私の16、17歳の頃でしたけどね。だから私はね、やっぱり祖国を裏切るってことはできなかったんですね。だけどもし私が中国、いわゆる東北で武順で生まれ育って、私の国籍が中国であったならば、私の人生また違ってたと思うんですよ。やっぱり李香蘭っていう名前で、日本人であったために、ああいう日本の国策映画みたいなのに、日本人の都合のいい中国娘を私が演じていたことの私の罪ですよね。私はバカだったんですよね。人に考えが足りなかったんですよ。今頃になってね、情けない。吉林省の省都長春、かつて新疆と呼ばれ旧満州の首都でした。皇帝溥儀の宮殿をはじめ、関東軍司令部など政治や軍事の要であったこの町で、女優李香蘭は誕生したのです。長春映画製作所、かつての満映満州映画協会です。王先生啊，哎呀，哎呀，您好，哎，蒲先生，蒲先生，您好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 。山口さんを出迎えてくれたのは、デビューした頃の李香蘭を知る俳優の穂勝さんと王慶民さんです。哪里太客气吧，这样，哎呀，好极了。哪里哪里？啊，还挺，还挺漂亮。没有的，谢谢，谢谢，谢谢。昔のママ、え、你还记得日本话？え、讲得很好、很好。満映は1937年、昭和12年に設立されました。元憲兵隊尉、天笠正彦を理事長に迎え、日満親善をスローガンとした映画を次々に制作していきました。満映が看板女優として白羽の矢を立てたのは、日中両国の言葉に堪能な歌手李香蘭でした。1938年、18歳で映画にデビューして以来、李香蘭は瞬く間にスターの座に駆け上がりました。李香蘭が出演した映画の多くは、日本人青年と中国人女性のラブストーリー。山口さんは日本に協力的な中国人女性の役を
演じ続けました。哦，前面坐啊，啊，好。あ、ここはもうない人ほとんど同じですよ。うん。ここ変わりませんね。うん。昔とあんまり変わらない。万栄と松竹の合作映画「芸春夏」。李香蘭のデビュー5年目の作品です。万栄のトップスター、歌う女優李香蘭の名は日本でも広く知られるようになりました。是您？这是我。啊，是你吗？对对对。啊？奥大仓转型到东京本社以后，我们的队里就转一个人。过去的片子很有意思，哎，很有意思啊，很有意思这个。你没有出来？哎，我们那时候不追演员的。哦，那时候是 cameraman 摄影助理了。啊，怪不得，怪不得，没有他出来嘛，我就等。啊 ，cameraman 다던데스네아노코로네。你们第一次见到这个三可女士的时候，李香兰，你们见到李香兰的时候，李香兰小姐的时候，你们知道她是日本人吗？说实话没关系。知道。知道吗？知道。哦。嗯。知道的。嗯。你也知道。什么？那个时候我们头一次见的时候，见面的时候，你知道，李香兰就是我是日本人。对呀。他中国人，日本，你知道吗？知道吗？知道。知道。知道。啊。知道。嗯。知道。你们名字是。中国的名字，但是人是个日本人。啊，知道，都知道，他知道了。你们装不知道？都知道，知道。你和你一起有个老太太，照顾你老太太。啊，好，照顾我的。那是日本人吗？你看他讲话都是讲日语呢。那时候不知道。ついてた人がね。不知道是山口素子。啊啊。不知道日本名字。啊，日本語の名前は知らなかった。嗯，原来。かつて万栄で李香蘭と一緒に仕事をしたことは、胡さんたち中国人の同僚にとっては懐かしい思い出だけでは済まされませんでした。新中国となり、文化大革命の頃には李香蘭と一緒だったという過去はタブーとされたのです。拍的一个剧照，我在我家里的摆着。我的朋友经常来看啊，说啊、哦、李香兰啊等等，以后文化大革命来了，完了这，他们说，扑克，家里有一个照片是这个跟李香兰拍的，哎呀，我回来我不得了，就撕了，完了那个我说我没有。山口さんは18歳まで日本の土を踏むことはありませんでした。山口さんにとってのふるさとは生まれ育った中国の大地なのです。ふるさとの生まれたところの大地に立ってるんだっていう感じですね。綺麗。うさぎおいしいなんとかっていうあの歌が全然ピンとこないんですよ、私にはね。
あのせせらぎのなんとかっていうあのふるさとという歌なんでしょあれ日本の、ね、日本に初めて行ったのは前に入って しばらくしてからですよね、うん、生まれて初めて見る日本ねで日本に初めて行って下関で私のパスポートを見てその税関の方じゃないんですねあれはパスポートを調べる方は警察官だったんでしょうかね。おパスポート見せろもう一度見せろって言われて私のパスポートは佐賀県で山口よし子になってましたからねお前日本人かっていう貴様っていうような言葉でしたよね当時は貴様日本人かって言って私は中国服着てたもんですからねって中国語喋っててで日本は一等国民だぞ三等国民の服なんか着て恥ずかしくないかってみんなの前で怒鳴られてね私はもうあ自分の祖国に初めて自分の祖国のまだ土踏んでないんですよ船の中なんですよ船を降りようとした時に日本人から初めて日本にいらっしゃいって言われるのの代わりにそういう言葉をもらいましたからねびっくりしましたね初めて訪れた祖国で山口さんは日本と中国の間に広がる深い溝を実感しました日本人でありながら李香蘭を演じ続けていること山口さんの心に次第に疑問が膨らんでいきましたShanghai女優李香蘭にとって最も華やかな舞台となりまた最後の幕を下ろすことになった町です1943年山口さんは当時中国のハリウッドと呼ばれていた上海の映画界から主演女優として招かれます映画万声流砲アヘン戦争の際にイギリスの侵略に敢然と立ち向かった林則徐を描く大作歴史映画です上海映画界のトップスターに加えて満映から歌う女優李香蘭が参加映画は中国全土で上映され中国女優李香蘭の名声は不動のものとなりました北京生まれの法典育ちこれが当時流布されていた李香蘭の経歴でした李香蘭を演じ続ける山口さんの苦悩は日に日に深まっていきました でこの映画がヒットいたしましたからまあ嬉しかったんです私ねとても嬉しかったんですけどそれから北京に帰りましてねちょうど北京に両親とももうあの法典から引っ越してきてましたから北京のうちに 2,3 日の余裕で帰りましてそれで北京に帰りましたらあの私の父の友人で新聞記者クラブの理事長さんがいらっしゃいましてねそれ中国の新聞記者クラブですよリーさんって方でしたけどその北京の記者クラブで新聞記者たちが私にインタビューしたいと上海であのいわゆる上海中国の文化の映画のメッカですよねそこで撮影をしてきたから、まあ、いろんな話を聞きたいって言われたんであのお受けしたんですでもその時に私リーさんに申し上げたのはねリーさんは私の父を知ってらっしゃるから私が山口文雄の娘で日本人だってことを知ってるわけですよねだからあのリーさんにあの私はもう李香蘭であることに耐えられなく
なったからと、私ちょうどいい機会だと思うから、新聞記者の記者会見があるのならリーさんのお口からもおっしゃってくださいって、で私も今発表したいって言ったんですよね。私は中国で生まれて中国で育って中国を愛している日本の山口佳子という娘ですということを先に紹介して、それで李香蘭として演技をしてきましたっていうことを発表してくださいって、そしてそのインタビューに入りましょう。李香蘭の存在はもはや後戻りのできないところまで来ていました。記者会見で今さら日本人だと名乗ることは許されなかったのです。で、大体小一時間大変穏やかな雰囲気で終わりましたから、じゃあこれで終わりにしますってリーさんがおっしゃったんですよ。そしたら一人若い新聞記者の方がパッと立ち上がってね、李小姐っていうそのキリッとした声でね、私の名前李香蘭さんっておっしゃったんですよ。私あきつい声だなと思ったんですね。そしたら李香蘭さん、あなた中国人でしょ、你是中国人吧って、あなた中国人でしょって、なのにどうして中国を軽蔑するような日本映画にあなたは平気で出ていたんだ、中国人としての誇りをあなた持ってるんですかって質問されたんですよね。私ね、とても辛かったんですよね。ごめんなさい。でね、しばらく黙ってて、こう自然に出てきた言葉ね、どういぶち、どういぶち、1945年6月、日本の敗色が日増しに濃くなっていく中、この劇場で連続3日間にわたる李香蘭の一大コンサートが開かれました。コンサートの最終日、山口さんは幼なじみと思いがけない再会を果たすのです。なんかもう私は敗戦の空気が垂れ込めてましたからね。でももうえいっと思い切ってやったんですよね。3日間昼夜やりまして、満員でね、自分で言うのおかしいんですけど。そしてそう、楽屋から外へ出ようとした時にももうファンの方がいっぱいいたんですけど、その中でよしこちゃんという声が聞こえるんで、あら、私にここで日本語で私の名前を呼ぶ人なんているはずがないと思ったんですね。で見たら
綺麗な外人の女性が立ってて、でそれがリュバちゃんだったんです。ですからリュバちゃんに十数年ぶりに法典で別れてから突如彼女が現れたっていう感じでお会いしたんでびっくりしたんですけどね。あなたがこんなリサイタル開くなんて思いもしなかったわなんていうね。リコーランってやっぱりヨシコちゃんだったのねっていうような感じで。リューバは1939年家族とともに法典から上海に引っ越してきました。父親のグリーネツ氏はこの上海でソビエトの国営タス通信と共同で出版の仕事をしていました。リューバはその父親のもとで日本語の通訳をしていたのです。戦局が悪化すると上海の街もアメリカ軍の空襲を受けるようになりました。ある日、山口さんはたまたまいたホテルの部屋でアメリカ軍の空襲に遭遇しました。とまあ空襲がすごかったんですよ。で私たち小1時間このカセホテルの下の地下でみんなでこう息を潜めてましてね。で空襲警報解除になったので私はその会場にはもう行かないでみんな興奮してましたし、もう帰る人もいましたし、私この部屋に上がってきたんですよ。そしてこの窓、ちょうどこの窓を開けて目の前にね、ちょうどこの目の前にね、客船が止まってたんですよ。大きな客船が。そしてその甲板が血の海なんですよ。で私ここからもう本当にここから見てたんです、それを。それでこう長い竿、真っ白な洋服、あのお医者様みたいな服着た人たちが何十人で来て、でその長い竿で甲板が血の海になってました。その死体をこうなんか魚をこう引っ掛けるみたいにして釣って、すごかった。それで私ね、窓開けてね、戦争は嫌だ、戦争は嫌だって、戦争をやめてってね、叫んだんですよ、外に向かって。日本敗戦。上海市民は喜びに沸き立ちました。山口さんは李香蘭という存在に決着をつけなければなりませんでした。上海本宮地区、かつては日本人が暮らす疎開でした。工業坊という一角に敗戦とともに日本人居留者が収容されました。山口さんも日本人映画関係者らとともにここに収容されたのです。ここが私たちが敗戦になって日本人が全部日共管理所という収容所としてここに全部集まったんですよね。どこだったんだろうな。でもこの一角ですよね。私は9ヶ月間ここに軟禁されてましたからね、結局人に会ってはいけない、人が会いに来てはいけないっていう状態でですよね。その間軍部が、私がスパイではないか、私は中国国籍ではないか、李香蘭は中国国籍ではないかということを調べてたんですって、調査してた。その間ずっと軟禁されてた。日本の敗戦によって、それまで日本軍に協力的だった中国人は官官
すなわち祖国を裏切った売国奴として次々に捕らえられ、処刑されていきました。李香蘭もまた官官ではないか。山口さんは何度も裁判所の取り調べを受けました。中国人女優李香蘭の名が重くのしかかってきたのです。山口さんには自分が日本人であることを示す証拠が必要でした。結局ね、戸籍謄本しかないということになったんですよね。で、戸籍謄本は両親が北京にいましたからね。で、両親もやっぱりこういう収容所に入れられておりますからね。そこでリュバちゃんが戦勝国のソ連の戦勝国民ですよね。で、彼女は自由に旅行もできるし、戦勝国の人間でしたから。リューバは山口さんが収容されていることを知って本宮の収容所を訪ねます。幼なじみの窮状を救うため、リューバは山口さんの両親がいる北京へと向かいました。そして戸籍謄本を収容所の山口さんのもとに届けたのです。ある時期が来てからどんどん何千人かね、ずつ引き上げるようになりましたね。私は9ヶ月目に裁判が終了って言いますか、私が日本人だということがね、戸籍謄本をリュバちゃんが北京から持ってきてくれて、それで無罪ということで、国籍が日本人だということは中国を裏切ったのでなくて、戦犯ではあるけれども官官ではないということですね。そういうことで9ヶ月目に私、幼なじみのリューバさんの居所が分かったのは3年前のことです。ロシア共和国エカテリンブルクという町に住んでいました。50年半世紀ですよね、リューバちゃんに会うの。リューバちゃんを探して探して、それでやっと今リューバちゃんに会いに行くとこです。嬉しいような、怖いような、まだとってもいい夢見てるような感じで今いるんですけど、リュバちゃんがあの敗戦のあの時期に私のために北京まで飛んでくれたっていうことはとても大変なことだったと思うので、どのお手紙にもリュバちゃんはそういうことに全然触れないでるんですけれども、私は心からお礼を一言言いたいと思います。消息が分かって以来、山口さんはリューバさんと文通を重ねてきました。53年ぶりの再会に向けて山口さんの旅は続きます。モスクワから飛行機で2時間半、
エカテリンブルクに到着しました。リューバさんには前もって訪問を告げてありました。This is the Ekaterinburg. I remember how we first met in Fushun. Fushun, yes, yes. You told my father and me how to get to a restaurant. Oh, really? That's the way?53年の時を超えて、かつての記憶が次々によみがえってきます。いや、有名のように信じられないぐらい。私もなんかもうなんか夢見てるみたいでね。あ、ピアフィッカンセルフィアマッテレスヤマトホテルの初めてのコンサート。ええ、記憶ありますか？あります。今度ヤマトホテル行ってきましたよ。あのまんまですよ。一番良かったんですね。そうでしたね。空港から40分、リューバさんの暮らすアパートに着きました。はい、スパイたくさん鍵があるんですね。どうぞいらっしゃい。はい、いらっしゃい。はい、こっちへ。はい、わかりました。リューバさんは6年前に夫と死別し、今は一人暮らしです。リューバさんは中国にいた頃に身につけた語学力を生かし、タイピストとして長く働いてきました。今は年金生活をしています。その部屋には若き日の山口さんの写真が飾ってありました。50年以上も大切に持っていたのです。この写真なんて私全然覚えがないです。どこ上海かしらね。ともかくお元気なので安心した。私ね、階段だってね、あれ大変な運動力ですよね。2階までこう毎日ね、上がったり降りたりっての。それからさっさっさっさね、こうあんな重いお皿をこういっぱい持ってね、お台所いらっしゃる。お元気ですよね。よかった。安心した。本当にとっても心配してたの。そうですよ、ね。うん。
中国人，特别上手呢。4，你们这是要要是5的，是的。我给你表演。はい、それでいただきましょうね。Ну, первое, то за встречу. Уайдекте, уриши, сонотамени, кампай. Атакшимо, аригато гозаймас. Большое спасибо. Большое спасибо, это на фоне. Это 3,5 айрин. Сайкай ва декинакаттан десу не. Хонтони юме митай де саки кара не. おっしゃってるけど、私もまだなんかこう夢みたいで、現実感がないんですよ。なんか。Нет пока ощущения реальности. Нет, нет, нет ощущения реальности. Юсико, хай. Где они? А это наша свадьба. А, 結婚式ですね。旦那との結婚式。これがね、ご主人。え、これご主人？Это мой муж. Хай. А, слышишь, иди сюда.1946年、リューバさんは上海でユーリ・ユムシャノフさんと結婚しました。翌年息子が誕生、一家はシベリアを経由してこの町へと移り住みました。ソ連はスターリンの時代でした。エカテリンブルクは人口137万、ウラル地方最大の町です。旧ソ連時代はスベルドロフスクと呼ばれ、軍需産業都市として外国人の立ち入りは認められていませんでした。翌日、山口さんは再びリューバさんの家を訪ねました。そう、私はどんなでした？робкая、тихенькая、тихенькая、скромная。すごくおとなしいんですね。ね。そう、私とってもそう恥ずかしがり屋でおとなしかったんですよ、私ね。полная противоположность, мы полная противоположность, говорят, сходятся противоположности。やっぱり私と全然似ていないですけど。そうです。え、あら、あい、あい、あよしこ、よしこ、こ、あ、あよし、よし難しいの、よし、とっても難しいです。リューバ、そう、坂本リューマのね、リューバでリューバちゃん、リューバちゃんって言ってたんですよ。見てください。ね、上手。とっても上手。よく覚えてますね。日本。あ、日本っていう字も。ほら、とっても上手。Very good。そしてやっぱり。やっぱよしこのよしは難しいからね、宿定で。でもそう、リューバちゃん、リューバちゃんなんですよね。45года ни одного слова по-японски не говорила. Я все забыла. Все забыла. でも日本人より上手だったんですよ、日本語が。私は日本語みんな忘れた。53年間の空白を埋めるかのように、山口さんとリューバさんの会話は続きました。文通では知り得なかったリューバさんのその後の人生が初めて山口さんに明かされました。中国から引き上げて2年後の1949年、リューバさんの夫ユーリさんは突然国家反逆罪で逮捕されます。リューバさんは
KGB に拘留された夫のもとに幼い一人息子を連れて通い続けました。逮捕の理由は明かされないままでした。ユーリさんは25年の刑を受け、シベリアの強制収容所へと送られます。リューバさんはあらゆるつてをたどって要人たちに嘆願書を出し続けました。しかし一向に拉致が開かず、リューバさんはモスクワまで出かけ検事局と掛け合ったのです。ユーリさんが釈放されたのは逮捕から7年後、1956年のことでした。スターリンの独裁は終わり、フルシチョフの時代になっていました。しかし釈放後も夫の名誉は回復されませんでした。リューバさんは諦めずに夫の無実を訴え続け、ついに名誉回復を勝ち取ったのです。リューバさんの半世紀は社会主義体制下での抑圧に対する戦いの日々だったんです。あのね、とっても私知りたいのはね、リュバちゃんが北京のうちに私の戸籍謄本が必要になって、日本人だというアイデンティティカードですよね、それを言ってくださって、母や妹に会ったのは覚えてらっしゃる？お母さんや妹に会ったの覚えてらっしゃる？Я просто подробности вот я не помню. Не помню, что я помню, как я первый раз была в Пекине у ее родителей. А вот когда я ездила за этим, летала за этим, за вот этим свидетельством ее, вот это я не помню. Только узнала из ее письма, где она написала: «Ты мне спасла жизнь, я тебе никогда этого не забуду, я тебе обязана жизнью». Вот ее слова в письме. Если бы ты мне не написала, что я тебе спасла жизнь, я бы даже никогда и не знала об этом. То есть просто раз выскочило у меня это из памяти, я бы никогда об этом даже не подумала. Солнышко. Мощный. Атакси, я сану, иночи о таскете итадайтан де, хитокото аригато, ти о итакте, ай ни китан десио. Ничего, се ла ви. Я думаю, что ты бы сделала для меня то же самое, потому что это настоящая дружба, которая проверена больше, чем полвека прошло. Демо, я понимаю, спасибо. До чего ты, ну, и не десь, ну, 50 лет, когда я уйдешь так, а... Меня еще поражает. Вот какие они благородные. Вот есть люди, которым ты сделаешь что-то хорошее, которые забывают. А вот она помнит, потому что столько лет она меня искала. В человеке верю во все доброе, хорошее, честное, порядочное. Это для меня самое главное. И которое делает добро людям. Дома. Аригато. Спасибо большое. Ой, спасибо большое. Не стоит. Аригато.旅の終わりに山口さんはリューバさんの夫ユーリさんのお墓を訪ねました。夫が亡くなって6年、リューバさんは一人息子にも先立たれました。しようと思ってたんですけど、ご長男、たった一人のご長男が最近亡くなられて、それもできなかったでしょ。You had such a sad life. I cannot imagine. Thank you, Lisa.Thank you.
当に夢みたいです。やっと五十数年ぶりに会えたリュバちゃん、大変な人生を歩いてたんだなということで、私よりも大変な道を歩いていらして、過酷な人生、やっぱり戦争が成した、まあリュバちゃんの場合には革命ですか、私の場合には戦争に翻弄されたっていうか、そういう二人だからこう分かり合えるのかもしれませんね。一つとっても考え、あの身近に考えられるのは、李香蘭っていう人がいたんだなあっていうようにね、なんか李香蘭が少し遠くに行ってしまった感じがするんですよ。リュバちゃんとのリアリティか、エカテリンブルグに立っているということなのか、なんかとっても不思議な感じでね、あ、李香蘭っていう人がいたんだなあっていうね、まだ自分でその納得できないんですけども、だからこれからどうしようとか、もう李香蘭っていうのはもう自分の中から消えてしまった人間なんだとかということでもないんですよ。まだいるんですけれども、なんか少しねこうもやがかかって遠くに行ってしまった感じがします。それはこの旅で初めてこう感じていることです。綺麗だわ、これは忘れないわ。別れの日が来ました。幼なじみの心に生き続けていたヨシコ。李香蘭を見つめ直す旅は、ヨシコという本当の自分を確かめる旅だったのかもしれません。